ロシアで憲法改正案についての全国投票が行われ賛成多数で成立が確実となりましたこれによりプーチン大統領が2036年まで続投することが可能になりますロシアで1日憲法改正案についての全国投票が行われ賛成がおよそ78%となり成立が確実となりました これまでの憲法ではプーチン大統領は2024年に任期を満了すると続投できませんでしたが、今回の憲法改正で最長で2036年まで続投できるようになります。このほか修正項目には領土割譲の禁止なども盛り込まれ、北方領土を含む日本との平和条約締結に影響を与える可能性があります。